はようございます。速稼塾の久保です。久しぶりにですね、ナイト2000の中から放送をお届けするんですけども、今ね朝7時なんですけども、私6時半ぐらいからドライブに最近は出てるんですよ。というのがですね、日中はまだ気温が高いんで、早朝じゃないとね、この車の温度が上がっちゃうんですよね。100度超えるとだいたい停車してボンネット開けるようになりますんで、やっぱ夏はきついですね。思ったよりもこのアメ車っていうか旧車っていうかね、この車に限ってなのかもしれませんけども、温度との戦いだなと思っております。それからですね、交通量ですね。やっぱりね、車がビュンビュン走ってるとさすがに私も怖いです。何が怖いかというと、通勤ラッシュの渋滞に巻き込まれるとですね、まあ国道2号線とか渋滞が起きるわけですよ。そこに巻き込まれると一発エンストアウトなんですよ。でエンストアウトだけならいいんですけども、周りの車をせき止めてしまうのと、レッカー呼んでも渋滞してるとレッカーが近づけないみたいなね、そんなことも起きるんじゃないかなと思いまして、しばらくはですねこの車の温度調整とか、それからメンテナンスとかね、道路状況を慣れるためにこうやって早朝ドライブを繰り返しているところかなと思います。本当にね、免許を取り立てみたいな気持ちで毎日毎日運転してますね。ということで、初心を忘れるべからずですよ。交通事故ってのはやっぱ慣れた頃とかね、有頂天になってる頃に訪れますから。私もね、ずっとドライバーを二十数年してきて、大きな交通事故ってのは何回かあったんですけども、有頂天になってる時がありましたよね。こういう風に新しいナイト2000みたいな車に乗ってると、車間距離もむちゃくちゃ取りますし、ちょっとした異常でも止めますし、それからですね、用事がある時には乗らないですね。変な言い方ですけども、用事がある時はアルファードの方、ベルファイアの方に乗ってますねそういった形で、やっぱ国産車がいいですよ。でこのアミ車とか旧車っていうのは本当に趣味と言いますかね、憧れの車ですからね。なんかその映画に行くような感じで、なんか趣味に行くような感じでドライブを楽しむっていうんですかね。私が大学生の頃、そのバブルの時代、大学の頃はもうバブル終わってましたけども、バブルの時代っていうのは本当にこうドライブっていうデートとか、ドライブっていう楽しみがあったんでしょうね。今私はね、時代遅れながらもそれをやってるところでございます。何が言いたいかと言いますと、ただそれだけのことなんですけどね。皆さん今日も一日張り切っていきましょう。行ってきます。